愛媛伝新しい時代を作る一人になる今日の星予報、愛媛です。この番組は毎朝7時から今日の星予報とこれから大きく変化していく新しい時代を自分らしく幸せに生きるためのヒントをお伝えする番組です。12月21日木曜日、皆さんおはようございます。さて、今日と明日はものすごい寒波がやってくるそうで、愛媛もですね、風がビュービューと吹いているんですが、皆さんのところは、大丈夫でしょうか。日本海側系はですね、すごい雪が降る、そうなんですけれども、愛媛はですね、本当にありがたいことにあまり雪が降らないんですね。特にこの今治はですね、本当に雪が降らないところで、今回もね、多分この辺りはあんまり降らないと思うんですけれども、本当こう日本海側の方はですね、こう今年一番のね、まあ、寒さになるということなので、雪ね、気をつけていただきたいなと思います。はい、さて、今日は何の日、のコーナーです。今日12月21日はですね、昭和南海地震が、起きた日、1946年昭和21年の12月21日午前4時19分にですね、南海トラフ沖地震が、起きました。この前後はですね、南海地震、昭和南海地震だけじゃなくて、他にもこの地震の2年前の1944年に、昭和東南海地震も、起きていたんですね。あと、1943年には、鳥取地震、そして1945年の1月には、三河地震、が、起きていて、この4大地震は太平洋戦争終戦前後にね、まあ、起きた地震の代表的な大きな地震だというふうに言われています。こう歴史を遡るとですね、世の中がこう大きく変化する時は、まあ、なぜか日本は一緒にこの災害、特に地震が起きてるんですよね。例えばこの私が、ずっと調べているこの今から1300年前飛鳥時代も、ちょうど天武天皇の時期に、南海トラフ沖地震がですね、起きていまして、本当にそれがある意味こう最後の決め手になったんじゃないかなって思うような、まあ、そんなタイミングで不思議と日本はこの南海トラフ沖地震を筆頭にですね、大きな災害が起きています。なのでこうこれからですね、まあ、2年3年、まあ、もしくは2032年ぐらいまでは本当に世の中がですね、まあ、激変していく、めったにない時期に入るんですけれども、なのでやはりここから10年っていうのは、地震とかね、この災害に私たち日本人はですね、本当に気をつけないといけない時期に私は入ったんじゃないかなっていうふうに、すごい思っています。なんで今日はですね、動画もこのもう一回、前も鎌田先生の動画を、シェアさせていただいたんですけれども、今日はまた別の、南海トラフの地殻変動の異常ということでね、危険地域と安全地域ランキングトップ10っていう、動画がありますので、今日もそれをね、シェアさせていただいたらと思います。今日はね、ちょうどその昭和南海地震が起きた日ということで、まあ、これから
まあ、必ず起きると言われているこの、南海トラフ沖地震に、まあ、この今一度ね、この地震がこうなんていうかな、こう自分が生きてる間はどうしても人間っていうのはまあ起きないというふうに考えてしまう、生き物なんじゃないかなと思うんですけれども、なんだけど本当に今はもう本当に大きく時代が変わる時だと思うんですよ。でちょうど来週の水曜日にですね、これから10年間のこのどういうふうに世の中が変化していくかっていうお話をですね、まあ、全部で3回ぐらいに分けてしようかなと思ってるんですけど、それの1回目を、来週ね、する予定です。でその時にですね、今私たち魚座の時代というね、2000年周期の再三運動というね、運動でこう春分点がこう2000年おきぐらいに変わるんですけれども、今はちょうどこう魚座の時代を生きているというふうに考えられているんですけど、でもうすぐですねこれが水瓶座の時代に移るんですね。なのでこれも一つのこのサイクルの中の大きな節目なんですよね。なのでいろんな節目が今同時にやってきている状態なんですよ。なのでこの再三運動での、まあ、約2000年周期っていうのがどういうふうにこう今まで歴史上変化して、例えば獅子座の時代は世の中がどういう時代だったのか、ね、蟹座の時代はどういう時代だったのか、牡牛座の時代は双子座の時代はっていうのをこう遡ってですね、1万年ぐらい前から遡って、まあ、この今まで自分私の元は歴史の研究をしていたので、その歴史の研究と実際の星の、動きがどういうふうに連動しているのかっていうのをね、お話をしようと思っているんですけれども、なので、まあ、この歴史は繰り返すじゃないですけれども、日本のこの歴史はこの災害とともにあると言ってもいい、それぐらい世の中が変わる時っていうのは同時に起きてくる、ので、まあ今一度ねここで皆さんと地震についてね、考えてみたいなと思って、まあ、今日は、南海トラフ沖地震の、情報の、動画をですねシェアさせていただきたいと思います。はい、それでは今日の星予報です。今日も月はですねお羊座に、滞在しています。そして、お羊座にね同じくいるキロンとノースノートと、ぴったりと重なっていきます。なのでこう新しいことをね始めることに対しての怖さとかね不安を、まあ、癒すね月が来て、まあ、癒す時が、まあ、月に1回ねやってくるんですけれども、今日はね、まあ、そういう日になるんじゃないかなと思います。なんでねこう自分の真実にね近づきたいというね、本当の自分を生きたいというそういう思いが、原動力となって、こう勇気を出して新しい人生をスタートさせようというふうにねこう気持ちが向きやすい時なんじゃないかなと思うんですよね。なのでこうちょうどノースノードも今、お羊座にいるので、この怖さとか不安を癒すっていうことと同時に勇気を出してね新しい時代をこう新しい自分の生き方をね目指していくっていう、ことがね今とても必要なこう気持ち、じゃないかなと思います。でちょうど明日がね冬至なんですよね。だから冬至を前にねこうそういうこう節目一つの節目、に当たると思うので、まあ、冬至といえばこの太陽がね
こう生まれ変わるっていう意味もあるから、まあ、今日は本当にこの新しいことをこう始めることに対してのね、怖さとか不安をね癒していただいて、新しい自分を生きる、まあ、そういうふうにこう思えるようにね、今日の月の力を借りてね、前に進んでいっていただきたいなと思います。で、今日はあと、天王星、牡牛座天王星と、さそり座の金星が180度になっています。で、これももう執着しているものとかね、深いこだわりとかをもう天王星がね、今変えようとしてくれていますので、変える時はね、こう優しい出来事ばっかりじゃないんですよね。でも、まあ、宇宙からのメッセージだと思ってね、受け取っていただけたらいいなと思います。あと、今日は土星と、水星、魚座土星とヤギ座水星が60度ということで、これは意識的に使っていくと、とてもいい、エネルギーだというふうに、考えられてます。宇宙とつながって物事を形にするためにね、必要な情報とかが入ってきやすい時なので、目的に向かって一つずつこう築き上げていくっていうことをね、ちょっと考えていると、まあ、そういう情報が入ってくるんじゃないかなと思います。あと天王星と火星が150度になってきているので、これもちょっとこう難しいエネルギーなんですよね。なのでこう自分のね、自由とかね、自分の本当の自分にこう向かっていこうとしている時にですね、突然今の状況を変化させられるようなね、できることが起きるかもし、れませんね。なんかここ数日ずっとね、そういうエネルギーが続いてます。次の満月もね、このエネルギーがまだ続いてると思います。なので本当にこう突然こう思ってもなかったようなね、出来事がね、起きることが今多いんですよ。で、実際その世の中全体を見てもそうじゃないですか。毎日ね、本当に突然降って湧いたような事件とかね、情報が毎日出てきてるんじゃないかと思うんですよ。で、まあ、それの象徴的なのがね、自民党の問題だと思いますけれども、まあ、昨日なんかね、ダイハツの問題があったりとかね、本当に、次から次とね、長い間、こう、隠してきたものがね、表に出るというね、まあ、そういうエネルギーになってきているので、こう、突然、個人のね、自分にも何か、こう、起きたとしても、それは天王星のメッセージだと思って、こう、受け取るっていうことがね、大事じゃないかなと思います。天王星はですね、古くなってもう機能しなくなったことや、今のままではね、いけないと思うところに、まあ、突然雷のようなね、エネルギーで変化させようとしてくるんですね。なのでこの変化をちゃんと受け入れて、変化させようとしているものは何なのかっていうのを、それをちゃんと理解することが未来につながっていくと思うんですよ。なので犠牲者にだけならず、こう自分が今起きていることっていうのがなぜ起きているのかっていうことを、やっぱり何か起きた時は、私は理解する、受け取って理解するっていうことがすごく大事なんじゃないかと、本当つくづくね、思いますので、もし本当自分ではね、なんでそんなことが起きるのかがわからないっていう、まあ、そういう方もこれから増えてくると思うんですよ。なので、まあ、もしどうしてもこう自分の力でね、前に進めないなって思った時は、ぜひね、このアイエメデンの、LINE の方にお友達登録していただいて、私の方にご連絡いただけたらなと思います。昨日はですね、今年最後の星読み座談会があったんですよね。本当2年前のちょうど1月から始めて、今回でね46回目の、星読み座談会でした。今年はね、最後が、まあ、満月のお話だったんですけれども、本当にこの1年2年ね、
まあ、ずっとこう一緒に、過ごしてきた、皆さんがね、いるんですけれども、本当にこう星のこう流れにこうちゃんと乗っかってきたら、本当1年でいろんなことがねこう変化するし、こうお正月の時にはね、今の姿って多分ねみんな想像できてなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあそれぐらい1年経つと人間はねこう全く違う風に進化できるっていうのを、私もこの2年ねみんなと一緒にこうやってきて、本当にそれを、まあ、実感としてね、感じています。で、来年はねもっともっと今年よりも世の中は動いていくと思うんですね。なので本当にこう、まあ、私自身が自分の人生がジェットコースターのような感じなので、こうあんまり人よりは多分こう変化に対してあんまり怖さもないし、変化に強い、私は多分すごい変化に強い人なんだと思うんですよね。まあそれでもね、来年は本当に結構ジェットコースターのような、1年の中でもジェットコースターのような激しいエネルギーの1年になると思うんですね。なので本当にこうこれからはこの占星学というね、この星と一緒に生きるっていうことがとてもね大事なこう時期というか大事な時代にね私はなってくるんじゃないかなというふうに思っています。この占いではなくて、ちゃんとこの星のサイクルをこう学問的に読み解くっていうね、もちろんこの直感的に読み取るっていうこともやっぱり必要なんですよね。で、まあ自分的にはそのあんまりそこのところは意識してないんですけど、ディーン・ルディア先生の一番最初の本の一番最初のところにね、それを書いてあるんですね。すごいその直感的にね、それをこう受け取れるかどうかみたいなね。なので、まあ、これからの時代っていうのは本当にこの星と一緒に生きるっていうことがとても大事な時代に、なってくると思います。なのでもしねまだこうあまり知らないっていう方も仲間ができますのでね、ぜひ愛姫でのね星読み座談会にも出てきていただいたりとか、あと古事記講座もね出てきていただいたりとか、後からね動画でも見れますので、ぜひご連絡ください。それでは、今日もねこの動画気に入っていただけたらグッドボタン、そして、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。